かに全然見えん。これほんま、ほいで実際寒いぞこれ。実際寒いね。もうね、峠を降りる頃には真っ暗でしょ、夜でしょ。これ5時になったら日落ちるもんね。これ厳しいよなお前、うん、あの1日で小豆島まで行って帰ってこうやいう暴挙に出んでよかったな。まあ、ほら朝の6時7時にサブでも頑張って出てしとったらほら、まあ、だんだんぬくなってきたなっていう頃だろうけどね。だんだんぬくったってお前、ぬくんだったら12度とかおんないもんお前。8度。おお出ました8度。やっぱり8度やけど、さっきのところと比べたらこう風のあんまり吹かんようなとこやのに、うん、っていうの考えたらだいぶ下がってきようでしょうね。寒いな、うん、これは今、バイクを止めて電熱のベストのスイッチ電源入れました。もう寒いということで今使わねばいつ使うんだという、ハンターカブさんの叫びがありまして、確かにそうだということで入れました。ポカーっとあったかい、あったかい。もうな、これを幸せっていう感じ。背中のこう、そっちは何だ、あの最強モードか。最強モードでちょっと背中熱い。ちょっと熱すぎる。だけどわしのお前中モードにせんかい。背中熱いわ。おはようございます。高松のホテルナンバーワン高松で昨日泊まりました。そういうことでよろしくお願いします。今日もほら、こういうところがいいわ。フェリーがもう着きそうですね。綺麗なところへやってきましたぞ。やっぱりおお、なかなか太陽が当たったりするからね、これ。うん、手が当たったかな。もしかしたら夕方来るもんじゃないですか、ここら辺。さあなあ、夕日が当たるんちゃうんですか。山の上は当たっとうでね、ここから。うん、ちょうどこっち側が西側になるんか、これ、ね、あ、こうか、西側やな、これ。西側ですね。この向こう、ごっつい綺麗んちゃう。なんか向こう側に港が見えて感じやぞ。ああ、おお。終わりましょうか。綺麗な。最高。この富士左側ごっつい綺麗紅葉。
ダムがあるんやね。ほうやな。か、まあ、席が。うん。これはいいね。太陽当たってきましたよ。うん。あ、綺麗。あ、いいわ。やっぱり当たった、綺麗。おお。あ、なるほど。こっち裏になるんじゃ。そうやな。うん。この向こう側がごっつい明るうて、明るい位置が綺麗な紅葉になっと。雲がおるから当たったり影になったりの繰り返しやね、これ今日は。そうやな。おお。最高ですね、これはやっぱり。ああ、これはしかしほんまに綺麗。最高です。バイクをそこに置いてあります。あー気持ちいいなこれ。最高です。あー向こうの本州が見えてますが、兵庫県なのか岡山県なのか。岡山備前にあっこのちょっと町が赤穂市やね。あー赤穂市から姫路やった。あーそう、すごいですよこの辺のこの景色も。ちょっとどう撮れてるかいまいちよく分かりませんが、後でまあ見てみないかんけど。日本座市展望台にやってきました。あのこっちの本州を見るのはここがええな。うん。はあ、綺麗なほんまに。今日ほいでちょっと小豆島の上だけほんまに晴れとれへんかこれ。雲が周り、向こう側も雲あるし、こっちも雲あるし、うん、小豆島の上だけというか、ちょっと四国の方が雲が多いんやろね。多いな。うん。こっちもずっとあの山々は日が当たってますやん、岡山の方の。ああ、うん。輪の向こうはやっぱ下の方は紅葉まだ綺麗な。上はあれもう終わっとうけど、あの辺あたり太陽が当たって、太陽当たったらまだ色と岩が綺麗わ。確かにな。おお。僕らおったんどこだったっけ、あの上なんかな、どこかな、あそこか。お、こっからほいで綺麗になってきた。歩かなあかんみたいですね。ああ、こっからこんな、こっちまで外れてきて、これね、歩いてさっきのところに帰れるんですね。登っていたら神社があるなって言ったところつながった、ね、これこれと。あ、そういうことな。うんうんうん、了解しました。はい、確認終了。確認終了。これが大事だろ。大事、めちゃくちゃ大事。でもなんか気持ちいい。お、もしかしてこれぐるっと回ったら右側がめちゃくちゃ景色きれいんじゃん。はい、おお。
太陽は太陽様様やな。あったかいかどうか分からないけど、太陽が当たった瞬間気分がこうなんか明るくなるな。おお、この景色。この間じゃないんでしょ、もう一つ向こう側ですよね、あのモノレールじゃないわ、ロープウェイは。この間じゃないですね。ほうやな、もうちょっと、もう一つ向こうやね、この岩の向こうやね。あ、そうなん、あ、そう、あ、そうかもわからん、そうかもわからん、はいはい、そうでしょう。おう、あ、ここに何道かな、ここはなんか神社があるな。そう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 、わしここは行ったことないよな。なんかごついよなこれ、うん、そうなんよね、素敵やねこれ、うん、カーブ曲がるんが楽しいになるこれ、うん、あーいいわ、あーいい、飛んでる、井の谷飛んでる、ラーメン屋さんみたいな名前だあー綺麗綺麗綺麗、すごいな、うん、なんかこういう見え方がちょっとこうなんかこう横にずーっとオレンジが見えるっていうね、うん、うん、今までこの瀬戸向こういたけどちょっとまた違う見え方やね。そうそう、うん、これですか、ここまで、うん、ここから行けるのよねバイクは。そうそう、車もここで行けおしまいやな。こうやって反対側から見ても綺麗なこれ。こう景色って行くんと帰るんって全然違うな。ここからが綺麗じゃないかなと思ったけど、さっき言ったあのあれだろう、こっちの右側の、いいよりますね、うん、ここが綺麗かったぞ。これがね、こう綺麗よな。綺麗ですね、綺麗で、下の方がまだちょっと紅葉としては残ってるっちゅう状態なんやな。お、団体さんが残ってきましたよ、うん、これはもう寒化系ウォーキングやな、うん、綺麗。こっからも前綺麗にちゃうと、前も後ろも、あ、後ろな、この後ろな、うん、これ綺麗ですよ。これな、ちょっとこういうとこなんよ、これ。これちょっとこういうとこでしょ、こういうとこちょっと止めてそこ上がってもええぐらいじゃない。うん、これなんかここにか、なんかな、これ綺麗とこよ。綺麗ですねここは、うん、こっついこれ、あの登る人もここ今さっき集まって見よったん違う。ほらほうちゃん見えちゃってな、これなんか怖いね怖い本当はな、ここに止めたかったんよ、うん、ビューって、うん、でもその後がまたややこしただけ、これこうな、あー、これ綺麗な、ほんますごい綺麗。おー、でもまあ綺麗ぞこれ。綺麗ね、綺麗。最高やなこれ、内の実ダムというダムにやってきました。こっち側が草壁港です。そうしてこれが寒霞渓のまあ景色ですね。さっきの人たちはあのバスで来たんじゃねえと思うね。あ、ずわーっと歩きよった人たちか。そこで下ろしてもらってね。はいはいはい、それで時間こう待っちゃうかもわからんな。こういう感じやね。これすごいな、あそこの影がちょっと残念やけど、うん、しばらくしたら太陽当たるもんちゃうから、これ、うん、ここから太陽なんて、そうなんで、なんでここは影になるのか不思議なくらい綺麗です。本当に最高です。それで、ね、天気もまあまあいいので、まあまあいいって、こんだけ良かったら上等やな、ね、こっちあった気持ちいいです。
今からちょっとこう海側をツーリングしたいと思います。これ見応えあるよ、ごっついよこれ。ねえ、綺麗な石、なんかこう庭に綺麗な石こう立てて置いてあるあれに似とるね。それがでかい番地かじゃん。ねえ、ついな。すごいよなこれ。やっぱり杉は植えにくい環境なんかもしれない。そうやな。うん。ああ、ここちょっとした南中、右側にあれがあるの。これ右、ほら、このあんな町が見えてますよ。あ、向かい側な。うん。おお、またこの前の。なんかほんまにあの辺だけが紅葉で、こっち来たら全然紅葉じゃないですよね。ちゃうな、これこそウバメガシとかカシ系かな、うん、これ。植物が。違うな。確かにこの通りやな。杉を植えとるちゅうわけでもないでしょ、なんてね。もうこれ自然媒、なんか、ね、うん、風の関係とかで植物が紅葉線、こういう、なんちゅう植物やら分からんけど、こういうのが自然媒にできるんだろうな。紅葉線やつが。美しい。牡蠣の養殖かなんかですか、あれは。なんだろうな。あ、ここ、ここ。これか。これが石記念館。おこの、右ね。はいはい。あそこにいろいろこう大阪城の石のこととか書いてあるわ。ちょっと行きたいとこやけど、ちょっと時間が押したね。もう12時半やもんな。ねえ、12時台のには乗れるね、これ1時。うん。フェリーに、帰りのフェリーに乗りました。今ハリウ峠を越えてやってきましたが、大変この前綺麗、これほんま。ちょっとお前ね、向こうのあれとちょっと似た感じ、願いしますよ。うん、なんか綺麗よこれ。さて、この辺で、見てくださった皆様方とはお別れしたいと思います。今回は小豆島の、ツーリングということでした。それではどうも失礼します。バイバイ。綺麗ですよ、いい感じ。こんな時間に走るの、うん。